おい、出た。起きろ。朝やぞ。もうちょっと続け。あいかん、もう俺もお前仕事終わりでもう疲れとんねん。飯食わせ。はい、準備して。はい。起きろ、起きろ。はい、よし。はい、コジ。え？お前、どこで寝てんねん、お前。おい。え？何やらへんお前。じゃあ何してんねん。何しとんねん。何しとんねんって、お前もうこっちのセリフや。はい、お前起きんかい。はい、え？何？お前よ。うん、そうだ。しっかりちょっともう目覚ませな。でも俺も今帰ってきたとこでやな。お前もうしんどいんやから早く準備してくれ、飯とな。もう朝からぐじぐじ言わすなよ。はい、やれ。いやいや、しんどい。疲れとんの？え？眠い？疲れてないわお前、アホか。疲れてるやん。腹立つで。何が？なあ、田所、ほんま。あの人親方な。そんな人こき使え。今度一発やったのかな。はい、手合わせて。来ましたね。はい、手合わせて。はい、いただきます。レースオスピー。もうね、あの噛む力がないね、今。トロトロのもんじゃないと食べられ。今日は卵いくよ。ちょっとやらしてくれ。シュシュッつって。こうやってな、液体ばっかり食べていくわ。力が入らへんくなってきてね、こっちは。うん、今日あれか、なんや、練習か、試合か。うん、練習。練習？うん。練習？お前。うん。試合言うてなかった。いや、練習。ほんま？お前は？試合。練習合？なんで？試合。試合？練習やって言うから。なんだ、送ってたるわ。うん、そうだな。ありがとう。思ってるわ、お前に。なんか。うん。うん、じゃあ言っと。心こもってるか、それ。お前、思ってないやつのありがたいだぞ。なあ。なあ、ほんまな、コージもな、練習やとはいえど。見に来てって感じやんか。あ、ほんまによ。え？いや、やってるよ、もうほんま悔しいんだよな。おやすみに来たら恥ずかしい。まあ、一押しもネタみたいに、お前。なあ。下ネタ扱いすな、俺を。何が恥ずかしいや、お前。なあ。まあまあ、今日はもうしっかり試合見て、な。そうだね。まだ教えてるから。何をとお前、もちろんサッカーやないか。いや、無理やろ。あ？お前、アホか。なあ、一流は素人の意見も大事にすんねん。わかるか？取り入れるかは別に、素人の意見も、あ、その意見もあるよねって言うわけや。そうやろ？そんな、いらんわいらんわ、意見いらんわ言うとあかんだよお前。そんな視野狭なっていくで。そうやろね。な。
まあやな、まあけどしっかりと、まあ、サッカー見た上で、まあまあなんやろ、俺がしっかりな、まあサッカーというものを、まあ6から9まで教えてろかなっていう。1から10教えろ。まあ親父は意外性とか発想はいいねんけどな。え、サッカーは下手くそやから。ないね、お前でもよう分かってるやんか。なあ、意外性とか発想力で俺はもう生きてきたから。なあ、発想の源氏って言われてたから。発尊寺。だから今この仕事についてんのもあんねんで。警備員やん。だから発想力やん。あ、今こっち通しとこうとか、今ここ流しといた方があえてのいいかなとか、そういうのもあるやろ。でも全然人変わらんとこやん。そこが意外性や。わかる？はい、着いたぞ。しゃあ、しっかりやってくれよ。うん、シュート打ってみるよ。あ、ちょっと待って、そやな、今週は、うん、シュート打ってみるよ。行こう、しっかりやってくれよ。気合入れて、いきます。もっと気合入れて、元気出して、いきます。はい、水持った？うん、いい天気で。じゃあ意識するのはそんなとこやからな。しっかり行けよ。はい。時代なんかあるか。まあ今日相手が、まあ、結構競り合い強いチームなんで、まあそこはもう高さで勝負せずに、低いところでしっかり戦っていけるように、それはちょっとみんな意識していこう。以上です。あとやっぱり左サイドバックソータでいくわ。はい、はい、お前ベンチャー持ってビブキンな。どうやったのお前。オッケー、じゃあ行こう。よし、行こう、行こう、確認していこうぜ。よし、頑張ろう。スタメンかいな。ベンベンサーシロトレオオオオオオベンベンサーシロトレオ。すいません、潰せとかやめてください。はい、ね、何がやるよ。だから潰せとかやめてください。わかりました。で、何がわかん？潰せという表現がダメなんです。わかりました。わかった、わかった。次再開します。クソヤギや。絶対負けんなよお前。ちょっと早切れ。ナイスだ。あ、こっちカバーないやん。ソータ、ソータ、気にすんな。ソータ切り替えろ。ソータ、いいチャレンジや。なあ、一点もやぞ今の。お前やらんかい、ちゃんと。よし、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 よ
おい、失礼な、絶対失礼な。カンポーチ、えい、回り、ファールローハール、続けたー、えい、ファールないからすぐやれ。ファールでしょ、どう考えても。えい、ないでしょ。言わない、ないでしょ。言わないって、ないでしょ。ないです、君は合ってます。言わない。だってなんだこいつって言ったよ。それは言わない、こっちも。じじ、おい、次言ったら保護者でも出てもらいますよ。俺が警告ね。え、雇い通りに再開しよう。え、大丈夫大丈夫だ。お前人数だね。あ、おお、お疲れさん、お疲れさん。お疲れさっす。あ、そうだ、お前もうちょっとあれ行かなあかんで、遠慮しててもしゃあないでなあ。セブリーに誰も乗っていくんか、今日は。どないすんねん、親父。え、もうこんといてほしい。もう試合こんといてほしい。え、今日はダイと一緒に帰るからもう帰っといて。じゃあ行くぞ。あ、そうだ、さよなら。おい、どういうことや。のことなんかもうどうでもいいから、明日俺の試合見に来てたの。ありがとう、気遣ってくれて。大丈夫、ちょっと散歩行ってくるわ。おやじ、大丈夫大丈夫です。散歩行くだけ。大丈夫、心配すんの。あれ、ケンジさん。おお、すごい。何してんすか。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか、浮かない顔して。いやーねー。
か。とにかくサッカー指導これからもよろしくお願いします。僕がね言うとダメやなって思いますわ。まあ難しいですよね、このコーチとしての立場。そこでは強く言えるんですけどね、親子となると難しいですよね。まあでも源氏さんにしか教えれないこともやっぱあると思うんで、そう落ち込まんと行きましょうよ。じゃあ僕はちょっと行くんで。すいません、なんか足引き止めちゃって。元気出して行きましょう。まあ親父は意外性とか発想はいいねんけどな。すまんかった。ちょお前、ちょちょお前食いすぎやって。どう考えたら一口。おい、うわ、コウジ君どうす。別にいらんこと言ったらしい。いやでもそれはそうだの、親父がちょっと悪いところもあって。俺らの家の問題や、まだ黙ってる。そうだお前は、とりあえず俺らは親父のおかげでサッカーできてるし、親父はそのために仕事頑張ってんねん。それだけは忘れんねん。なお前一人で成り立ってると思うねん。帰って謝れよ。いや、違うね。俺が悪かった。お前の言ってることは正しい。俺もちゃんと考えたんやが、確かに審判に文句言うたり、自分のプレーにヤジ飛ばしてきたり、なんなら相手の選手と言い合ったり、そんな親父は試合に見に来てほしくないわなって。申し訳ないって。そんなことないの。いや、ほんまにお前のプレーを見て言ってたな。まだしも
俺は仕事のこととかでイライラしていたそのストレスをお前の試合にぶつけていたのかもしれない。違う、親父は俺らのために仕事頑張ってくれてるよ。そうな、そうだな、うん、言い過ぎた、うん、こいつが悪い。違う、そうじゃない。俺は別にな、お前に謝ってほしくて俺が謝ってるわけじゃない。俺の責任の発言というか感情的な発言からお前の試合に影響を与えてしまった。それは謝りたかっただけ。ほんでな、謝るだけじゃなくて、じゃあ俺はどうやってお前に貢献しよう、どうやったらもっとより良い関わり方ができるか、それを考えた。それを今から発表させてくれへんか。じゃあちょっと聞いてくれ。ちょっと静かになれて。それがこれや。現実式サイン、現実式サインアットフットボール。すごい、すごいよ。これ何かって言うて、やっぱりコージもな、やっぱ俺の発想力とか意外性にすごい評価してるって言うてたやろ。まあそこもあって俺なりに考えたんだけども、サッカーにやって、いやサッカーになくて野球にやるもんってなんやろって。そう、俺野球好きやからさ、考えた時にサインやなってなったよ。すげえ。そう、サインや、サイン、そうな、野球は監督でサインするやろな、サッカーではないんやそれが。これをな、外の人間が中の選手にサインで合図できたら、これお前すごいんちゃうか思って。すごすぎるでお前。したやろ、甘いじゃん。したやろ。で、具体的にどういうことかって言うとね、例えばドリブル、ドリブルやったら1、2、2、これでドリブルした方がいいぞって、今はドリブルやぞってこれが分かればドリブルなんやってドリブルできるやんか。パスやったら逆や、左に右にのヘルメットな、ヘルメットシュートやったらこれでヘルメット、分かりました、シュートや、これ書いてみるよ図を。で、もしもめちゃくちゃ危険やと、今もうあれやな、絶対危ない、やばいぞってなったら俺も脱ぐから、これで危険を回避したらいいかな。最高やマジ。ほんまかこれいけるか。絶対これでいいか。絶対いいだろな。どうや、これで試合いっていいか。いけるいける。どうだどうだ。ありがとうマジ。ありがとう。オッケー、行きまーす。ファースト、あ、違う、セカンドだぞ。え、すだ。はい、出せ、こっちに出せ。いける。交代。いや、まだ始まって1分。交代だ。くそくそ。
はい、おすすめ。ポチッ。